トップ8です。いきましょう。シキゼロセンサムスタイモンスタン。あ、ピチューですね。ジョーカーじゃなかった。ゼロサムにはピチュー。なるほど。ステージは、スマムラ。掴んで、空中へ空中へ。空中後ろはフリップで、強気について、ガードキャンセル、ブーストキック。シキさんといえばね、この強気なブーストキック、すごい持ち味なんですよね。これ、ジャンプねえ。なんと 3% 自傷ダメージだけで1ストックもぎ取っていったが、掴みからフリップで避けるの分かっていた。工夫したしっかり、うますぎて、さすがに 68% なら逆にすればな。冷静に火力を稼いでいくのはシキーゼロサム。あー、これめっちゃ飛ぶやつ。気柱が軽すぎて激墜、すぐに取り返しました。シキゼルさんもお互いに高火力。さて中距離のニュートラルの弓矢へ、空へのが刺さって掴んで空中へ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 、大経由移動台もしっかり使いこなして、空中後ろから叩き落として、ピカチュウのようなコンボ。おっと、一気に火力を稼いだ。これは上スマ弱でカバー、110%、28%。空中へ空中へ、台を使って悪さを狙っていた。ブースターで2つ目に対して消費、後ろが怖いぞ。どんどん激戦技振っていく。ステップから揺さぶろうというシリーズレタム。さあさあ、お互いに中距離戦戻って、空後ろ最終弾が当たるがラインが良かった。踏みつけて美味しいか、横強で暴れる。これも体力差的には五分じゃないですかね。掴んで上投げ、雷確定かな。 85%。 おっと、つかみが長い。本家というかピカチュウのつかみ長くなりましたが、こちらのつかみの長さも健在。踏みつけて空後ろですぐに暴れ返す。お見事、判断早くて横尾は拒否、前管理、つかみの後突きがなくて、そこにその場回避からブーストキック。上からリエ、気づけば気づけばやはり五分。上からジャクジャクジャク、これは当てはんですかね。空中へ着手狩り、ゼロスサムス着手狩り強いぞ。空の暴れ通ったが、空下で暴れ返す。そして空中前、ピチューの体重はちょっと危ないのでは。危ない、うーまっ。下砂を避けたも上 B が待っていると。シキーゼルさんも一本先生、このまま走るか。そこで上 B で取る判断、素晴らしいですね。やはり攻撃の種族に180ぐらいありそう。シキーさん、小田さんはピチューのまま、表側ではおそらく黒ゼロ様を倒しているであろうモッサンさん。ここでもう一人のゼロ様を倒せば、あと横スマが暴発かな。空後ろで反撃、叩き落としから空中へ、空中後ろ当たったら撃墜だったでしょう。上スマッシュ、ピチューのくらい判定が正確か、雷になっていく。空前めくりながら反撃になって、空中掴んで前投げですね。上投げでじゃんけんかと思ったけど、冷静な拒否。先ほども1ストックをあっという間に先生許したものの、その後同等の攻め、すぐに逆転していった。仕掛けてね、空中に取る。さてさて、これはちょっとヒヤッとしましたが、ブーストキックの判定で電撃ごと復帰していきました。グリップの使い方うまい。攻撃の種族値も高いが、防御も十分種族が高いぞ、このゼロハム。
おっと上スマッシュ、横 B が見えたか、狭い。これはガーキャンブーストキックは反対側、掴みが長くてあと暴れている。ジャストシールからダッシュ掴み、空へ空後ろフリップ、やはりこのゼルさんの拒否性能。横スマッシュわっとおらなかった。台の転がりを見ていて分かってます。あ、これさすがにやんだ、さすがにやんだ、あれで激戦笑うわ。あ、うまいが空後ろすっぽ抜けても激戦する。上スマッシュが通って激戦。キージロ様の火力ならばアイテストックサーぐらいすぐにひっくり返るんじゃないかと思ってしまいますが、モスターさんうまく拒否していきたいところ。DA から暴れる、お互いに掴みは許さない、今度は掴み許した。キージロ様のターン、さあ2名に取られる。 DA 通して強気、おっと下 B 決定いきましたね。ここは反撃確定から空中前火力十分、一旦崖、やはりやはり地中の崖際圧力がある。生半可な崖上がりは全く許してくれない。空中前、まだまだモスサンさんのターンが終わらない。なんとか差し返して火力を稼いでいきたいシティゼロ様だが、一応の大、おーっと上 B 面白い。ラスト後ろから空後ろは大丈夫、空前一段からもう一回空前、横 B にやっていった。互いに復帰しっかり、電光石火間に合わなくて横スマが反対側決めに行きましたね。転がり上がりを通す、空中後ろ、あージャンプが潰れてる。復帰阻止決めて取り返したのがモスさん級。取り返しますね。あ、めっちゃ今更ですけど、これ声割れてたりうるさかったり逆に聞こえづらかったりしないですよね。3本目いきましょう。ステージは村戸町、空中 Z から起き上がりを一回空上ですね。台を絡めた読み合い強力ゼロスサムス、上 B 電光石火でだいぶに復帰、面白い。まず 0% 怒涛の攻め狙っていきますね。 0% のは一気に 104% まで稼いだ。四季ゼロサム掴みを通した空中へ、空中白は入らず空上から掴んで掴みが、あと上強を終わる前に掴みに行きましたね。ダッシュを読んだ引き掴みだったが入らず、あ、大丈夫、ありがとうございます。ちょっと前から話します。 114%151%、 あとウェビーが出てしまった。雷は入らず、掴みが間に合わない、お互いに後つけないシリーズ。空中しろ拒否がうまいですね、シキジュラム。あっ、何かの暴発、何だったんだ。まだ怒涛の押し付け、上今日うまくて単移動回避で大上、ここで火力を防げると美味しい。地球ゼロ様台を任せかって拒否していく、タンプチュー空上狙っていった。受け身は見つらない。空中前へパンチ、上投げ、雷、まだ2択だったか、電撃、4
が清宮洋彦も引き掴みを狙っていたゼロスルサムス。上妻の対空を見事、流れを完全に持ってきたか。さらに区切っていけるのか。上野から上妻勝って判断早くてダッシュを読んだ。掴みからそのまま回避をすると、上野フリップが待っている。空中で外に撃つ。空中でこれは掴みは通さなかった。空後ろ、空中へ、空下から空下暴れも読んでいたが、わずかに届かず一気に火力を稼いだが、まだ1ストック差まるまる残っている。シキズル様落ち着いていきたい。ジャストシールド、弱ゼロ様の上野はジャストがされても特に痛取れない。弱空後ろの圧力、強力なソバットが一中に圧力をかける。空上野からそして前を向いていようとも、空中ですと横 B で圧力をかけてくる。うまい掴みを通して横 B にやっていく。これはうんまー。シキゼロサム